こそ空中回廊ベルクトへ。ここが空中回廊？オルキナ教の大神殿の地下にあるのがベルクトじゃないの？ベルクトは墜落した時2つに分かれてしまったんだ。その証拠にリアル神歌う石がそこにある。空中回廊に神か。おかしいな。いつの間にか俺たちの周りは大行な話ばかりになっちまった。挙句にこんなところで対立してるなんてよ。そうだね、あまりに遠くへ来てしまった。大勢の人間が死んだ。数えきれない人たちを殺し、かけがえのない人たちを失った。アルス、覚えてるか、ガキの頃ザムエル爺さんの教えを破って一度だけ真剣勝負したよな。こんな状況なのにお前とこうして向かい合ってると、あの時のことを思い出すんだ。あの時は決着がつかなかったけれど、今回は僕が勝つよ。やっぱり戦うのか。お前はこのまま星が結晶化しても構わないのか。それが僕の復讐だ。そのためにお前の国もメリディア帝国も滅びるんだぞ。僕の国じゃない。僕は兄上を殺した時、国を守り導く帝室の一員であることをやめた。玉座は手段になり下がった。それが本心なら軽蔑するわよ坊や。軽蔑してくれて結構だよ。あんたもディノスと同じで追い詰められてるだけなんじゃないの？だとしたらどうだって言うんだい。つまらねえ意地を張ってないで協力しろって言ってるんだよ。少なくともあなたは物の分別がつく人間だと思うのだが。あなたの運命をねじ曲げたのは私。私を憎んでも恨んでも構わないわ。だからお願い、これ以上ラルクを悲しませないで。ラルク、君の周りにはいつも人が集まるね。アニウエもアデールも君ばかり見ていた。僕はいつも心のどこかで君を羨んでいた。そんな僕自身にケリをつけるためにも僕は戦う。なら、お前の目を覚まさせてやるよ。ラルク、覚悟！やるしかないか。速やかに排除させてもらう。勝負、決めちゃいましょう。これでどう？油断はできないな。速やかに排除させてもらう。みんな、行くわよ。Prepare yourself. You don't know what they can do.Thank you.
show you. 大丈夫か？やり、助かる。無理をする。助けてね。爆炎よ、あれ食え。速やかに排除させてもらう。みんな、行くわよ。感謝するから。助かる。じゃあ、もっと Prepare yourself。決めちゃいましょう。
Prepare yourself. Behold. やるしかないか。みんな、行くわよ。それ。Here it goes. Here I go. Take that. 鉄球よ、立ちはだかる敵を吹き飛ばせ。嫌な予感がする。何か来る。私の勘がそう言ってるわ。